私は日本共産党を代表し、ただいま議題となりました厚生労働委員長解任決議案に賛成の討論を行います。高鳥委員長は日頃野党の意見もよく聞き、円満な委員会運営に尽力されていたことは私も理解しているところです。しかしこの間の委員会運営は、働き方改革法案を今国会で成立させるためだけに職権を乱用し暴走してきたと指摘せざるを得ません。まさに首相案件だからです。開催された厚労委員会中、半分に当たる10回も委員長職権で開催し、うち17時間23分は空回しでした。こともあろうに、重要公判議案である生活困窮者支援法案を与党のみによる参考人質疑採決まで行ったのです。今は国会全体の異常事態だということ、それは与野党なく共有すべきではないでしょうか。森友加計疑惑、日報、どれ一つとってもあったものをなかったとしらを切り、国権の最高機関で平気で嘘をつくという国の土台そのものが崩れているという問題であります。そして何より、厚労省こそが年金記録の採択問題、裁量労働制データ捏造問題、野村不動産の過労死学士など一連の異常事態の原因者であることを忘れてはなりません。まず裁量労働制のデータ捏造問題は解決していません。企画業務型裁量労働制の拡大部分は法案から削除され、元となった平成25年度労働時間等総合実態調査は2割のデータを削除しました。しかし元データを元に加工した資料は労政審だけでも11回活用されています。例えば労使協定で年間の残業を1000時間超としている事業場のうち、実際に1000時間超の残業があったのは旧データでは 3.9% だったものが、精査により 48.5% へと激増しました。上限規制や適用除外業務など法案の骨格をなす根拠資料を影響ないとしてよいはずがありません。裁量労働制の実態調査を新たに行うとしていますが、いつごろ労政審に諮るのか時期すらも示せませんでした。高度プロフェッショナル制度の対象となりうる労働者を検討する上でも実態調査は必須であり、その結論を待つべきです。さらになぜデータ捏造は行われたのか、厚労省は外部有識者を含む観察チームを発足させましたが、その中間報告さえ出せない状況です。法案は撤回し、労政審に差し戻すべきです。このように野党が指摘した課題が山積しており、これらが解決しないままの見切り発車的採決は絶対にしてはなりません。働き方改革法案について、総理は過労死をなくします、同一労働同一賃金を実現しますと何度も強調されました。特別条項付きサブロック協定を結びさえすれば、実質青天井になっていた残業時間、罰則付きの上限規制を設けるという70年ぶりの大改正のはずでした。しかし出されたものは、厚労省自身が過労死ラインと認めてきた単月100時間、連続する複数月平均80時間を上限とするもので、国が過労死にお墨付きを与えるようなものではありませんか。そして労働時間法制から完全に除外する高度プロフェッショナル制度は、年104日の休日さえ与えれば連続48日間勤務、しかもそれを1日24時間ぶっ通して働いても違法とはならない、まさに過労死促進法と呼ぶべきものです。同一労働同一賃金は、いわゆる均等待遇の対象となるパート労働者はわずか 1.5% に過ぎず、現状と何も変わりません。それどころか格差を固定するだけではありませんか。とうとうその名前さえ法案からも消えてしまったのです。大切な家族を失い、その苦しみから立ち上がって、二度と誰にも同じ苦しみを味わせたくないと訴えてきた過労死家族の会の皆さん、その皆さんが過労死防止と逆行する高度プロフェッショナル制度働き方改革法案に反対と明確に表明しています。そうした家族の声、全国の働く人々にも
の声にも耳を貸さず、一方的な運営を続け、採決に踏み切ろうとする高取委員長には、もはやその職責を果たす資格がありません。以上、厚労委員長解任決議案の賛成討論とします。